ライコと、ライソーザ、ビエーラ・ジオ・リベーラは、ブラジル・サンパウロ州、リベーラン・プレト出身の元同国代表サッカー選手。実刑は、スペイン W 杯の黄金のカルテットの一人で、ドトールの愛称で呼ばれた、ソクラテスである。ボタフォン f c でキャリアをスタートすると頭角を表し、1987年に、ブラジル代表へ、選出、1988年には、 サンパウロに移籍するが、ソクラティスの弟であるというプレッシャーやストレスから不調になり、一時は引退も考えたほどで、代表からも外れ、1990FIFA ワールドカップにも出場できなかった。テレサンターナ監督就任後、中心選手として復調し、1991年に代表復帰、クラブと代表の両方でキャプテンを務めた、1992年に、 リベルタドーレスカップ、トヨタカップを獲得。トヨタカップでは FC、バルセロナを相手に2ゴールを決めて優勝に貢献し MVP を獲得した。1993から94シーズン、フランスのパリ・サンジェルマン FC に移籍、すぐにチームにとって2回目となるリーグ優勝に貢献。また1995から96シーズンには、 カップウィナーズカップ優勝に貢献、その他、クープ・ドゥ・フランス、クープ・ドゥ・ラ・リーグを二度ずつ制した。1994から95シーズンは12ゴール、1995から96シーズンは14ゴールを、記録、5シーズンで、リーグ戦では51ゴールを決めるなど、成功を収めた。ワールドカップアメリカ大会では5試合に出場、グループリーグの3試合ではキャプテンを務めた。 開幕戦となったロシア戦では先発出場し PK で得点するが決勝トーナメントに入ると疲れによるコンディションが悪さからレギュラーを外れチームは優勝を果たすも決勝のイタリア戦では出場機会を得られなかったが精神的支柱としてチームに貢献したザガロが代表監督に就任すると長らく代表から外れたが百九十八年の アルゼンチンとの試合で代表復帰、しかし1998年のワールドカップフランス大会には招集されなかった。選手としての晩年をサンパウロ FC で過ごし、2000年に現役を引退した。サンパウロ FC では393試合124ゴールの成績を残した。2018年、サンパウロのエグゼクティブディレクターに就任した。ありがとうございます。